こんにちは辰野の醤油です今日は府内、えー、郡京丹波町にやってきました、えー、京丹波町にある、えー、丹波ワインさんにお邪魔させていただいております、えー、今写しているのが、えー、ブドウの木ですねブドウの木とブドウの実ですね、えー、このように木の幹ですね、えー こちらはセミオンっていう、えー、白ブドウの、えー、品種で、えー、白ワイン用の高級なブドウ品種だそうです、えー、こちら本当に、えー たくさんのブドウ畑ですね自家農園で栽培されたブドウをワインにされておりますもちろん他地域からの仕入れるものもあるわけですけどもこのように自家農園や地元の京丹波のブドウもたくさん使っておられます 本当に、えー、広大な敷地の中でですね、えー、たくさんのブドウが、えー、育っておりますね、えー、今日はあいにく曇りで、えー、今はちょっと雨降ってませんが、えー、とても、えー、自然豊かなところで栽培されている、えー、ブドウですね、えー、ワイン工場 に隣接した農園で、えー、丁寧に育て上げられたブドウですね、えー、本当に生産、えー、原料の生産と一体となって取り組んでおられますね、えー、ぜひ皆さんタン波ワインさんですね、えー、よろしくお願いいたします